どうもおはこんばんにちは、ホビドワです。今回はリンボのパート4をプレイしていこうと思います。確か穴に落ちたところですね。これはあれですかね、進むのではなくて後ろに戻れっていうことですかね。あいつに当たりそう。よいしょ。ああだよな、足が消し飛びやがったで。よいしょ、いけたいけた。こっちだといいな。なんか歩道的なのがありましたね。でも行けるのかこれ。あ、こういうことか。ダッシュダッシュダッシュ。ああダメだ、明らかに足りなかったですよね。俺はこういうパズル的なものはダメだな。もっとこっち一回あっちに行かないと動き始めないのかな。じゃあ行く。間に合わないからもうちょいこうして、でその間にこっち来るのはいいんだけど届かないですね。あれこういうことじゃないのかな、ここに引っかかれたりとかするできないよな。案外普通に行けましたね。ああこれはこういうことなのかな。あーこれは間に合わないやつや。言っといてなぜ飛んだっていう話ですよね。まあまあ、待て落ち着くんだ。いける。あと5回ぐらいは死にそうだけどいける。途中に何があったかよく覚えてないんですよね。なんかいろいろあったような気もするんだけどな。これか、これ操作ができる、上登る、これもあのさっきのみたいに操作ができますね。できるけどどうということはない。それとも向こうに何かあるのか。いやないですよね。とりあえず一旦進んでみましょう。なんか変なものがあるぞ。引っ張ったら死ぬんじゃないこれ。なんだ？なんだ？降りてきたぞ。どういうこと？どういうこと？何かもうちょっと怪異的なものがあれば捕まれる感じですけどね。これの必要性がわからないな。上に箱でも買ってんのかな。買ってねえな。あ、ここに箱があったのか。なるほど。つまりは一旦これを上げるっていうことですかね。よいしょ。ちょっとで落ちたよ。あ、
これ登んないな。うんだと思ったんだ。どういうことだ。そうですね、これが向こうにあるとからない。どういうことか。こっちに置くの、上にあげるの。よいしょ。全く関係ねえな。これは関係ねえな。違うな。あれをなんかスライドさせるなりなんなりして、あっちに運ぶのかなと思ったんですけど。ですよね。全然上がらない。当然だけど、あれでもいいかな。何か重り的なものが、どうするんだ？ここからジャンプするとか？全然足りないな。ああ、そうか。なるほど。これが正解ですかね。どうだろう。要はあの板のところを、おっと間違えた。あの板のところを、行こうと、あ、やばい、やっちゃった。こうして、こう上に上げて、で、下げつつ、これをこちらに引っ張って、ここに置いとく。で、これを引っ張る。どういうことか？よし、行った。まさか、あれを、あそこまで引っ張れるとは思ってなかったですね。登れたぞ。で、どうしろと言うんだ？やばい、何をしていいのかがよくわからない。どこだ？どこに行けばいいんだ？ああ、そうか、そういうことか。そして、ダッシュだ、行け、少年。これあれなんじゃない？ああ、大丈夫か。なんか、上に行きすぎると、落ちた時死ぬかなみたいなのを思ってたんです。考えてみると、大丈夫みたいです。押してみよう。絶対なんか違うものだろう。なんか違うわー。遅い。あ、無理。間に合わない。無理だって、間に合わねえよ。間に合わないっていうか、この箱の上に乗ったところで、向こう側岸まで行けると思えない。ここから落ちると死ぬか、さすがに。要はあれか？これを、こういうことではないのか。別に下に落ちてもどうということもない。あ、ダメだね。どういうことだ。こうどういう順番で押しても、まあ、結局変わんないと思います。ああ、そうか、なるほど。と分かりました。ちょっと一回自殺を測って、こう落としてから、これが落ちるまでにちょっとラグがあるじゃないですか。それでこういうことかなと思うんですけど、どうなんだろう。あ、やばい、登りたいだけなんだ俺は。やっちまった。でもこれでもいける気がする。えいっ、来ましたよ。で、どうするんだ。
ちょっと違った、多分こういうことじゃない。逆かこっちのを押してで登るってこと。ミスった。よし、ダイナミックスタート、バラバラやで。こっちを押すのはいいんだ。こっちのどのぐらいで開くのかがよくわからないんだよな。間に合うか、もうちょっと待った方が良かったか。よし、はい、ワンモータイム。で、このぐらいになってからここと、ここ意外と余裕があるんですかね。あー、やっちまった。よし、やっちまった。ぐらいでこっちまで来て、間に合うか、間に合え。よし、間に合ったぞ。よし、お、いけましたよ。あれ普通なら 2,3 回で行けたんじゃないか。俺相当死んだぞ。んー、なんかまたいるよ。あっちは行きたくない。行ってみよう、どうなってるのかちょっと気になるので行ってみたいと思います。あ、行けたけど、でも別にどうにもならなかった。あ、どうにもならなかった。死ぬと思ったのに。なんかいるよ。昆虫いるよ。どうしようか。いないな。だぞ、あいつどうするんだ。何かこいつを何かしらの有効活用しないといけないのかな。近づいて、つい、やっぱり捕まれるのか。乗せない。あ、足を一本取ってしまった。そういえばさっきまで出てたイオムシみたいなやつはあいつになるんですかね。大きくなる、成長すると。なるほど。けれど、あー違うな。これをあそこに運んでおくのかなと思ったんですけど、違うな。また新手のパズルか。そう、俺は自慢じゃねえが、頭は良くねえんだ。どういうこと？ねえ、どういうこと？ああ、あれか？飛べる位置までちゃんと運びなさいってことですかね。でも、なんか向こうの方に機械もあるし、とりあえず作動させて、これをうまく運んでいくんですかね。これをうまい具合に運んでいけと、おっしゃる。難しいな。こういうことか。面白いクイックですよね。いくぞ。よいしょ。ああ、でもこれだとちょっと間に合わないということですかね。難しいな。そうか、こうしろっていうことかな。
先に考えとけばよかったんですけどね。あとのカーニバルですよ。よし、下手。で、あれを下に落としたらどうなるんですかね。先にやってしまいましたけど、要は下で何かしらに使うっていうことだったとは思うんですけど、それとも今やっても無意味だかな。これはいいのかな。あ、押せない。全然ダメか。戻ってさっきの歯車になるので、あれが何のものしてみようと思います。ああ、こちらに押しておけよっていうことかな。でもそうすると転がるよな。今日はこうしてでダッシュダッシュで引っ張ってこいよってことかな。あれ、一歩間違えると俺があれの下敷きになっていた可能性がありますね。とりあえずこの作動させる。歯車か。これに乗るのかな。特に何も考えずにやってしまいましたけど、おそらくこういうことだと思います。あー、やばい、掴んどけばよかったのに。ダイナミック自殺を行ってしまった。しかしこのゲームはあれだな、本当に俺変なところで死んでんな。死ぬ必要性のないところばっかりな気がするんですよ。もうこれは早めに行かないとまずいかな。あ、多分わかったけど、あれでも何かが足りない、何かが足りないぞ。やっちまった。やっちまったぞ。ことか。もう押し足りないな。何かしらこっちに運べたのかな。向こうにもう一つあったっけか。ああいうの、なんかあったかな。見つか。なるほど、いつも持ってけよ。よし、いけた。よいしょ。お、だぞ。はい、いけた。一瞬、あれって思いましたけどね。ああ、そうか。そうか、やっちまったか。
これ間に合わないよな。どうするんだこれは。で、あれをブランブランさせといて、こうか。で、ブラッと来たところで止まる。実際こうやるのかなんか違う攻略法があったのか分かりませんけどね。そうやっといてこっちで。でもこれ大丈夫なのか。なんか落ちたら落ちたでまずい気がするのかな。なんだろう、車。ここにアセロン動き出したはいいけど、どういうことや。傾くぞ。傾いてるぞ。てか落ちてる？どういうこと？来た道戻るってことかな。ここが開くのか。あそこの下にいたらパタンって倒れそうだな。やっぱりか。いたらやっぱり死亡パターンか。よし。あ、まだ傾いてるな。これは早く行かないとまずいんじゃないか。あるぞ。またあるぞ。どういうことだ。失敗しました。要はで、うまいタイミングでこう。するのは分かったけど、やってちゃう。そっかよくわからん。いや、ここに止めるのはもちろんいいんですけど、ここで戻って止めても両方に飛べる位置になるのかな。ああ、ギリギリいけそう。うまいこと考えるもんだな。よいしょ、いけました。あれ今後結構出てきそうですね。ああ、明らかに危ない雰囲気のところに。これ下に乗ると死んじゃうやつですか。よくないな。でもどうするんだこれ。だって死ぬやつだよな。だやっぱり。あ、そうか、そっか。あー、もう間に合わないや。はこのこれにぶら下がっとけよっていうことですかね。大丈夫か。これあれに当たるんじゃないか。ちょっと登っとこう。で、うまいことを剥がれてくるここに飛び乗るっていうことだと思うんですよね。やっちゃった。もうちょっと待てよこれ。ここ登って待機。なぜ降りた。
なぜ折れた、お前は。多分俺の操作ミスだけど、しまったよ、またまたねえといけないのか。おおおお、ああやべえ。ちょっとふざけてると危ないな。釣り待ってよ。へい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 、出たな、行こう。よしよし、これでいいんだろ。え、あっちに飛び乗れってことだろ。よし、え、終わり。何、降りていいの。よし、来ましたよ。あれ、なんか岩があるで。またか。分かったよ、行くよ。行けばいいんだろ。流れてくるよ、流れてくるよ。やめろ、やめてくれ。あ、やっちゃった。これ確実に来ますよね。さて、で、あれが来る前に何らかしらの手立てを打てってことだと思うんだけど、間に合うのこれ。ああ、そういうこと？あれを飛び越えろよっていうことかな。飛び越えられへんで。来ると同時に上の階段らしきものも閉まるんですよね。やっぱり岩を飛び越えろよっていうことなのかな。ただとてもじゃないけど飛び越えられそうな雰囲気ではないんだよな。アングル的に無理なんじゃないか。違うわ。また変な死に方をしてしまいました。どうするんだこれ。ちょっと思いつかないぞ。また何か見逃してるのか。例によって例のごとく。じゃあ、ち、ここ、はじけ。それともやはりあの岩を飛び越えられる。ああ、やばい、やっちまったよ。いや、無理だろう。事前に飛んだところで向こう岸まで着くとは思えないし、向こう岸に本当は着けるのか。なんか向こうまで行けないと思うんだよな。そうか、この上にとりあえずは乗ってて流れてきたらジャンプなのかな。あ、普通に行けるんだ。普通に行けますね。なぜか、なぜか行けないと思ってました。普通に行けますね。っていうことはやっぱりこれを普通に押してって向こうから飛ぶっていうことかな。で、ここでジャンプ。よし、行きましたよ。なんか光ってるぞ。こっちが光ってるな。多
例の、よいしょ。おー、変わってる。これがなんか、ストーリー的に、なんかあるんですかね、やっぱり。泣いている少女。少女だったのかな？よく見えなかったけど。帰りは、あそこをギリギリでジャンプしろよってことかな。死んだ。よし、死んだ。これはひどい。さて、今回、キリもいいので、キリもいいというか、そろそろ時間的にも長くなってきてしまったので、ではまた次回。